であとは358ページにね最後先生がせっかくこうおっしゃられてるんでこの一言を覚えておいていただきたいと思うんですけども、真面目であること、孤独を恐れず熱意を持って真理を探求すること、そして満願の書に立ち向かうこと、これだけでも覚えておいていただいたら、これを実践大変なことだと思うんですけども、もちろん大川隆法総裁先生のことですんでそう簡単にできないかと思うかもしれませんけど、でも真面目で孤独を恐れずに熱意を持っていて、この方は真面目だからここまで悩んでおられるんだから、あとは人間関係のこととか反省がよくわからない、武士としての自信がよくわからない、わからないわからないはぜひこの本から始めてください。この本から始めたらきっとこの中に何十年後かに、あ、その通りだったということを実体験した人が、ね、我々のたくさんいるわけですから、たくさんたくさん実体験した人がいますので必ずその通りになるので、これは信じてもいいんじゃないですかね。そのこの中に真実があるということは親御さんも知っておられることだし、そこはちょっとだけ信じてぜひ人間関係で悩むとか立ち向かう前にこの本に立ち向かってまず一冊から読んで、でこの中にある1行でも2行でもいいからちょっとずつ実践していってみたら必ず人間関係なんか怖くないと思います。私も本当に、ね、二世であるということも含めてですけど、非常にいいチャンスを、ね、与えられているところもあるの で、 で素晴らしいなと思うのは、まあ、今、ね、唯物論とか無神論とかテクノロジーとかですね、科学とか、まあ、そういう方向に向かうことが発展であるっていうね、そういうふうな風潮がすごくあって、人生を逆向きに走っている方がまあ多い中ですね、すごく先を行っておられる、ね、と思いますので、そのあたりはですね、本当自信を持って進んでいっていただければなとは思いますね。そうですね、なんか自分がすごく愛されていないですとか、あと嫌われてるんだろうなとか、いろんなことを思うと思うんですけど、何か私も反省というと自分をいじめることだと思ってたんですけど、自分のいいところをぜひ見つけていただきたいなっていうことを思いまして、生まれてきた時はみんな言葉も喋れないですし、一人で歩くこともできない中で、一日一日昨日よりもできたこと、明日、今日よりも今日の自分よりも何か一つ成長できること、どんな小さなことでもいいので、自分をこう励ますような一日一日をちょっとずつ重ねていっていただきたいなっていうふうに思います。私もなかなか自己肯定感といいますか持てなかった時もありましたので、その時に、まあ、これも法友に教えていただいたんですけど、昨日できなかったことを探してみるとすごく小さなことで、例えば書籍を読むとして、昨日まず読めなかったとこから始まり、昨日読めなかったけど今日1行読めたぞ、で昨日1ページだったけど今日2行読めたぞとか、そういうふうに少しずつちっちゃなことをなかなかできた感じには感じれないんですけど、それを小さくても重ねていくことで少しずつ自分が変化していることに一回一回は気づかないんですけど、振り返ってみるとかなり自分に対してのプラスの思いが大きくなっていったなっていうことを感じましたし、で自分の中のいいところ、それがまあ仏性というところだと思うんですけど、自分の仏性を見つけられるようになってくると他人の人のいいところも見えるようになってきて、世界が違うように見えてきたなということも実際体験しました。あと世間でよく言われるように、その例えば工業製品作るにしても何にしても、その本当に大事なことって本に書いてないっていう、メーカーの人やいろんなところの人みんなそういうの分かっていて、そういうノウハウは日本にあるわけですよね。その何かいいものを作るっていうノウハウが日本にあって、世界の人はそれが分からなくてどうやって知ったらいいんだっていうので、日本人の行き筋がそういうメーカー的なところにあるんですけど、もっとすごいことは人の生き方や人生についての指針は大川隆法総裁先生以外の本ではほとんど書いてない。これはもう事実中の事実だと思いますので、それぐらい最も一番最初に説かれた法、仏法真理ですので、これは本当にものすごい価値が人類にとってあるというふうに言えると思います。大事なことは総裁先生の本以外には書いてません。最後木戸さんからなんかこう具体的にこの
自信がない人が自信をつけていくためのなんか実践論みたいな、もし何かこう、まあ、せっかく2世の、ね、家庭に生まれたんですから、まあ、まず支部とかですね、商社行っていただいて、で同世代の方々、そういう方々とね、ぜひ接していただきたいなと思います。ですから自分の持っている悩みとかですね、もう皆さん優しい方ばっかりですから、そういうのを答えていただけると思いますし、まあ、その中で少しずつですね、人間関係のやり方って言いますかね、そういったものを、実践で学んでいただければいいんじゃないかなと思います。そういうチャンスがあるんですから、ぜひやっていただければと思います。最後に私の方から、非常にこの書籍の中で大事な大事なことでもありますし、 A さんにとっても私からこうぜひ この一文だけ掴んでほしい、忘れないでいただきたいなっていうところを最後に紹介させていただきたいと思うんですが、5ページ前書きですね。人間とは実に霊的な存在である。この地上を去った時、あの世に持って帰るものは心しかない。故に心の幸福であるところの悟りこそが全てなのである。霊性を開発し、真なる目覚めを体験せずして、今の自分を幸福だなどと思うな、それは名もそのものである。でその後ですね、私がここに全人類に告げる悟りの原理こそが永遠の真理として語り継がれるものなのだ。ここに永遠のブッダの声が記されているのだ。聞けこの四宿を。ともちろんこの悟りの原理の本編の方も非常にこう深くてまた厳しい内容でもあるんですが、仏の思いというのはここに全てこう凝縮されてるなっていうふうに感じます。で、 A さんは今悩みの中におります。ただでもその悩んでいること、この事実、この今悩んでいるこの期間でさえも、その、まあ、このまま天上界に帰ってしまったら、まあ、もしかしたら地獄に落ちてしまうかもしれない。だけどもこれを糧により良い人生を歩むことができれば、一人でも多くの方に与える愛を実践するような人生に変わることができれば、本当にこう天使菩薩と言われるような方々の世界に A さんご自身も入っていけるのではないかなというふうにも思います。まあ、ここに書いてあります通り、あの世に持って帰れるものは心しかございません。まあ、もっと突っ込んでしまえば、その後今教えていただいているのは信仰心しかないというところまで教えていただいておりますので、 A さんにはですね、まあ、ここをきっかけにもっともっとこうご自身の心というものを見つめていただく、あとはご両親の心というものを見つめていただく、周りの交友や天上界で誓い合ってきたソウルメイト、まあ、そういった方々と出会えるような心境にまで新しい一歩を踏み出していただく、まあ、そうすることによってまた希望の未来が大きく大きく必ず開けてくると思いますので、ぜひこの前書きだけでもまず開いて読んでいただければなというふうに思います。